東京から船で1日で行ける島。住民は伝統と自然を守りながらそこで本物の生活を送っています。天国が存在することを知っていましたか？杉原雅人です。島に来て今年で22年経ちましたもんね。小笠原に来たきっかけは、自然が多いところで暮らしたかったっていうのと、あとはまああったかいところっていうのがまず一番ですね。パッションフルーツ選んだのは、まあ、ここの気候と、まあ、お金になるよって言われた。まずは。実際はでも、まあ、なるけど、言うほどだよ。言うほどお金になるわけじゃないし、でも、美味しいって言ってくれる人がいるから作るっていう。染め物については、最初のきっかけは、自分の奥さんがハワイに行くっていう時に雑誌見てたら同じ染め物やってる人がいて、で面白そうだからじゃあこの人のとこ行ってみたらっていうとこから始まって、で情報を集めてきて、で見よう見まねで自分も作ってみて、大場マイヤーニーレナと申します。大阪生まれ京都出身で絵を中心にしたアーティスト活動をしています。こっちに来た理由は人へのインタビューをしにやってきました。生き方と働き方がつながっている人に話を聞きに回っています。私は人の顔を描くときに人の影に色が見えるんですけど、それはなんかその時よりの人だったり、その時話したことによって色が変わってます。だから色はすごい重要ですね、私にとって。小笠原ではチャッピーシーと呼ばれてます。小笠原住んでいるのは18歳にサーフィンとアルバイトで来て、で今は54歳。小笠原の好きなところでも自然が豊かで、毎日ね違うコンディションで、まあ、波だったり、まあ、そういうイルカクジラだったりの出会いがあるところが飽きないですね。
仕事は海の観光ガイド、ボートキャプテンやってます。まあイルカ、クジラ、ウォッチングと、まあイルカの場合はスイム。あとはスノーケリングをして、あとは南島ね、世界遺産の南島に上陸というフルコースでした。南島とイルカクジラに対して大事なこと、心がけてることは、その、ね、イルカが来てるとこに行ってもイルカは嫌がるし、ね、クジラに対しても優しく近づけばクジラも許してくれるような気がしてます。名前は木村優です。北海道の函館で生まれて、で今から約12年前に小笠原に移住してきました。最初はイルカの仕事してたんだけど、まあ、あるジャンベ叩いてるかっこいいプレイヤーが島にいて、まあ、その方の演奏を見てジャンベを叩くようになって、でジャンベを作るようになりました。僕はものづくりは本当に子供の小学校の時から図工が好きで、絵を描いたりするのも好きで、何かこうイメージしてものを形にするのが好きな子供だったん でそれで今もそれが好きで、その延長でやってるんだけど、単純に本当に作ってる時は楽しいって気持ちはやっぱすごく大きくて、であとはあまり考えてない、こうすごく集中してるんだけど、あまりいろんな思考は入れずに、その木が持ってる節割れとか痛みとか、いろんな木目の出方とかを見ながら削る形も変えていったりして、その都度変化していくというか、それを楽しんで作ってる感じですね。日本で多分そのビーチだったりとかトロピカルなアイランドが有名じゃないのは、時間が結構キーワードなんじゃないかなって私は思います。多分時間っていうのは優先的じゃないから、簡単に済ませられる自分の癒しを人々が求めてて、それが結構都会にあるのかなっていうのを思いますね。スケジュールを決めず、まあ、実際島に来て、それはあの自然の、まあ、天気にあの応じて順応しながら遊ぶのが一番ベストだと思います。小笠原に来ようと思ってる人って結構限られるとは思うので、非日常でそう感じるのを出たらいいんじゃないのかな、こっち来て。自分たちこれが日常になっちゃってるからさ、贅沢だね。僕個人としてはこの島に住んでる人一人一人がすごく個性を持ってて、心がすごいピュアな人が多くて、小さい島で人は少ないんだけど魅力的な人が多いんで、島の人とぜひ関わってほしいというか。小笠原に来たい人には
着なよって、いや早く着なよって私は言いたいですそうだね、この島は画面越しには分からないすごい魅力でいっぱい溢れてると思うから、来て感じれるものがそれぞれ違うだろうし、そういうそれぞれ違うものを人とシェアできる、そういう場所なんじゃないかなって思ってます。